皆様こんにちはそれではただいまから文化庁同志社大学共同研究シンポジウム東アジア文化都市の到達点と今後の課題を始めさせていただきます本シンポジウムはポストコロナ時代の東アジアにおける都市の文化と持続的発展の貢献する国際交流文化交流事業に向けた課題や 今後のあるべき姿を、講演や取り組み発表を通じて議論させていただきます。この後、第1部の講演では、近藤誠一先生による記念講演を、そして14時5分より佐々木正幸先生による基調講演を、最後に14時45分ごろより、第2部東アジア文化都市開催自治体における 取り組み発表と討論の方を行います。所要時間は、おおむね3時間16時30分の終了を予定しております。途中、第1部終了後、14時35分頃におき,、えー、おきまして、およそ10分程度の休憩を予定しております。また、本シンポジウムにつきましては、 質疑応答は設けておりませんので、あらかじめご了承ください。本日、司会を務めます、同志社大学創造経済研究センターの竹谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。なお、本シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、参加者 および関係者の皆様への健康と安全を第一に考慮いたしました結果、オンラインとそして会場の人数制限を行った対面によるハイブリッド形式にて開催させていただいております。それでは初めに、開会にあたりまして主催者を代表し、同志社大学経済学部八木正教授より、 ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。あ皆さんどうもこんにちは。あの私同社大学経済学部八木和でございます、えー。創造経済研究センターおよびライフリスク研究センターの運営にも、えー、携わっているものでございます。本日は本シンポジウムにあのお忙しい中あのお越しいただきまして、えー、ご参加いただき、えー、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございます。 えー、本日京都はですねあの大変素晴らしい天気に恵まれておりまして、えーまあ、4月をまあ超えた暖かさというようなそういう感じで、えー、あります、えーまあ、このようなあの大変、まあ、良い気候に恵まれましてあの本日シンポジウムを進めることができましてあの喜んでおります、えー、コロナの 問題コロナ禍が始まる以前2019年ですねこの時グローバル経済というのはどういう局面にあったかということをあの皆さん思い出していただきますとこのグローバル経済の一つの大きなひみっていいますかそういったことがですねかなり世界的にも大きな課題として挙げられるようになっておりました。 地域社会が分断しですね、えーまあ、スキャッタードソサイティって要するに人々がバラバラになっていくとそして地域社会の機能というのがどんどん低下していく、まあ、そして、まあ、文化についてもですねアメリカナイズされたスタンダードダイズと、まあ、標準化された文化というようなそういう動きが進んでいた中で このようなです、ね、文化を通じて世界の人々がつながり合うというようなそういう動きというものを進め始めたで本プロジェクトもです、ね、そういうような意図においてまさにサステナブル・ディベロップメント・ゴールズ SDGs の一つの目標に向かって動き始めたわけであります。 その中でコロナ禍が起きまして地域社会が分断するということがより深刻になってしまったりですねそして文化活動が大きく停滞するというような局面になってしまいました今こそですね我々もう一度この我々のミッション に立ち戻ってですね、えー、長期的な視点でこの文化連携を進めていく必要があるとあの認識しております。まあそういう意味で本日の議論をあのここよりあの期待しておりますので、えー、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。矢木先生ありがとうございました。